首都圏新都市鉄道 TX-2000 系電車首都圏新都市鉄道 TX-2000 系電車首都圏新都市鉄道 TX-2000 系電車は首都圏新都市鉄道の高直流通勤系電車首都圏新都市鉄道つくバエクスプレス線以下つくバエクスプレス開業時に導入された日立製作所製の A トレインである同時期に導入された TX-1000 系をベースに設計されたが、主に伝送品が異なり、茨城県内、森谷駅筑波駅間で採用する交流電化区間にも対応したものとなっている。形式称号の TX は、筑波エクスプレスのアルファベット表記つくばエクスプレスに由来する。2003年、平成15年3月に先行試作車6両、編成1本、6両、翌2004年、 平成16年1月から7月にかけて量産車6両編成15本、90両が落成し、いずれも2005年、平成17年8月24日のつくば、エスプレス開業と同時に営業運行を開始した。その後、全線での利用客の増加に伴って、輸送力増強のための車両増備が必要となったことから、2008年度に開業時の量産車を、 マイナーチェンジした一時ゾ備車6両編成4本24両を申請した。このゾ備車は2008年平成20年8月12日より営業運転を開始しており、その後の10月1日のダイヤ改正より朝ラッシュ時の列車増発が図られた。さらにその後、2012年度には一時ゾ備車を基本とした二次ゾ備車6両編成3本18両、 申請した。この増備車は2012年7月上旬により営業運転を開始しており、その後の10月15日に行われたダイヤ改正より列車増発が図られた。この結果、2012年9月現在で6両編成23本、138両が在籍している。なお、本系列の輸送力増強に伴う増備車は、首都圏新都市鉄道が監修した。 資料、2012年度造備車落成時点において、2008年度造備車は一時造備車、一時造備車、2012年度造備車は二時造備車、二時造備車、との記載があり、本項目では、この故障、太字の故障を用いる。車体は、片側4箇所の両ビラ規格用扉を有する。車体のサイズは、全長20メートル。 幅 2950mm 級で、その幅は日本の機関線 67mm 路線の中では最大級、いわゆる幅広車体を採用している。材質はアルミニウム合金で最新のダブルスキン構造を採用した。表面に酸化皮膜を形成する加工を施して腐食を防いでおり、無塗装である。アクセントとして車体側面上部に 赤色のテープによるラインを貼り付けている。前面デザインは、鋭いラインと V 字型のガラスが特徴で、高速感を出したものとなっており、路線内のトンネル区間や地下区間で非常時の避難を目的に貫通扉を持つ。TX-1000 k とはほぼ同じ外観で、一見すると見分けがつかないが、本系列は高圧の交流電格間を走行するため、屋根状の終電装置。 パンタグラフ周囲は絶縁のための外資が多数設置されている。また、車両番号を表示するプレートの色が TX-1000 系の紺色に対して、本系列では赤色である。一時造備車からは、外観デザイン、形状に変更はないが、前面フロントガラス下部にスピード感を表すスカーレットの V ラインを配置した。側面は、駅停車時に車両と、 可動式ホーム柵を識別しやすくなる、用車体全長に白色とスカーレットのラインを配置したほか、飛ぶクロブ、TX マークの上にもスカーレットのラインを追加している。内装に関する記述は先行試作車、量産車を基本とし、造備車の変更点については別途記載する。車内は白色を基調とし、客用ドアも同色の化粧版仕上げである。 各ドア下部には滑り止めを兼ねた黄色い展示ブロックが貼り付けられているのに加え、ドアの開閉に合わせてドアチャイムが明動するなど、視覚障害者にも配慮したものとなっている。また、編成中2両、2号車、5号車に車椅子スペースを持つ。座席は全車両スミエ工業製であり、ロングシートを基本とするが、編成の中央部分の2両、3号車、4号車は、 ボックスシートとロングシートの混在するセミクロスシート配置とした。クロスシートの内通路側の座席には肘掛け部分に収納式テーブルを装備している。これらの座席はいずれも表面に凹凸をつけることで着席区画を明確化したバケットシート仕様であるほか座席を壁面だけで支えることによって足元を広く使えるようになっている。なお、 混雑緩和を目的として23編成のうち16編成においてボックスシートをロングシートに改造することが首都圏新都鉄道より発表されており2017年4月27日の時点で第54編成と第56編成の2編成がロングシート化の改造を終えて運用についている。また、 着席区画の明確化と同時に混雑時につかむことができたり着席、切り辻の補助とすることもできたりする握り棒、スタンションポールが設置されている。釣り革は握りやすい三角形タイプで優先席部分はオレンジ色としてある。側面の窓は大きな一枚ガラスを用いており開放的な雰囲気となっている。1990年代以降の新型車両では 紫外線カット機能付きのガラスを採用する代わりにカーテンを配するものも出てきたが本系列では透明ガラスと巻き上げカーテンを採用したこの窓は開閉不能であるが空調設備が故障した時の換気用として車両連結面、つま面に開閉可能な小窓を設置している乗客用車内案内表示装置として LED 式の文字スクロールによるものと 路線図式のものが設置されている。他事業者では、路線図式のものは、LED 式の文字スクロールによる表示にとって、変わったところ、多く、新たに採用しているところは少ない。また、自動放送装置を搭載しており、日本語と英語に対応している。一時増備車から、火災対策の強化として天井部の空調装置ルーバーの材質を、アルミ合金製に変更したほか、 床式物を塩化ビニル剤からゴム材に変更した。ドアと袋部の引き込まれ防止ゴムの材質を固くし、乗客の荷物等が引き込まれるのを防止できるようにした。座席モケットのクッション材を改良し、より柔らかいものにした。また、安全対策から7人がけ座席間の枕木方向に釣り革を増設、女性専用車にもなる筑波を戦闘車1号車と、 優先席部にある一部の吊り革、は、落成時からオレンジ色の吊り高さを 50mm 低くした。このほか、車内の非常用ドアコックなどの車内ステッカーの一部を地区公式ステッカーに変更、乗務員室背後の電磁座乗用の通行表示等、施設解庫開場時に通行化を、表示を大型化した。一時増備車以降は、座席やガラスに記載される。 優先席のロゴが異なり、また携帯電話のマナーを記載したステッカーも別のものに変更されている。二次造美車では、省エネルギー化のため、室内灯を蛍光管式から LED 照明に変更した。LED 照明を採用することで、蛍光灯よりも消費電力は約23%削減されている。座席については座り心地を改善するために、 座席構造を根本的に見直している。ロングシート、クロスシートともに座席フレームの構造を改良することで座席詰め物を厚くさせたほか、バケット形状が変更されており、座席座り心地の大幅な改善が図られている。当期の車内環境を改善するため、ロングシート車では約20%、1機あたりの容量は 750W960W。 または750ワットに、クロスシート車では約10%、1機あたりの容量は400ワット 750W、または450ワットに暖房容量の増加が測られている。同時に取り付け位置を若干下げたことにより、床面付近の足元温度を約摂取3度向上させ、車内輻射熱の増加が測られている。視覚障害者への配慮として、 従来からのドア開閉チャイムに加えて、ドア開案内チャイムを付加し、駅停車中に5秒間隔でチャイムを明動させている。吊り革は、ロングシート一般席部の吊り革の吊り位置を 50mm 下げ、床面高さ 1600mm に統一した。また、車内換気量増加のため、各社の車端部優先席部と車椅子スペース部の、側窓を 200mm 開閉切るように改良した。 第60編成は、落成時から、他編成は、改造により、無線乱機器を搭載。2005年8月24日の開業日から翌2006年、平成18年7月31日まで列車内、無線乱接続トライアル用に供された。無線乱接続商用サービス開始の決定により、2006年7月31日までに、全16編成が、 無線 LAN 接続対応となり、商用サービスは、同年8月24日から開始された。当初は NTT ドコモの、ムズンとモッペラウ、公衆無線 LAN コースのみが提供されていたが、同年11月9日からは、東日本電信電話、NTT 東日本のフレッツスポットも提供が開始された。なお、トライアルユーザーに対しては8月24日から、 一ヶ月間商用環境の体験キャンペーンなどが実施された。運転台のマスターコントローラーはワンハンドル仕様で立甲とブレーキが一体化しており左手だけで操作する。またワンマン運転対応のために客用ドア開閉スイッチを運転台部分に併設する。運転台には TIS、車両制御情報管理装置と呼ばれる三菱製のモニタ装置があり、 各車両の状態が一目でわかるようになっている。一時増備車からは運転使用放送装作機のマイクのコードを延長して利便性を向上させたほか、右側面部に携帯無線機の置き台を新設、非常ブレーキ押しボタンの形状が変更されている。また、車高対策としてフロントガラス上部に車高フィルムの貼り付けを実施したほか、光線避け、車高板も透明品から、 黒色の不透明品に変更、サイズを大型化した。主制御機器、走行用モーターの制御装置には、日立製のイベット素子による VVVF インバータ、回生ブレーキ対応を採用しており、主変換装置に PWM コンバータとともに搭載されている。一機の VVVF インバータが制御する主限動機の数を2台に制限することで、制御装置が故障したときも、 自力走行できることを目標にしている。主電動機、走行用モーターも日立製のカゴ形参照。誘導電動機で A4K60 型を電動車1両に4台搭載する。車軸への動力伝達は TD 平行、カルダン駆動方式、歯車比は1、6.53で、軌道加速度時速 3.0km、最高速度時速 130km に対応している。 台車は、川崎重工業製の溶断発機のボルスタレス台車であり、電動車が、キロワット167、付随車が、キロワット168を名乗る。高直流電車であるため、直流 1500V と、高流 50Hz20、000V との両方の電源に対応できるように、屋根上に、高直切り替え機、高流遮断機、直流、 交流開きなどの電源切り替えに必要な機器類を搭載していい。床下には主変圧器を搭載しており、直流区間では架線からの電源が直接に主変換装置に搭載されている VVVF インバータに送られているが、交流区間では交流電源を主変圧器により高圧させ、主変換装置に搭載されている PWM コンバータで直流に変換された後に、 VVVF インバータに送られている。また、硬直切り替えは自動切り替え機能を搭載し、TX-1000 系と同じく車内の照明や、冷暖房の電源用として静止系インバータ、SIV を搭載。交流区間で SIV 装置が使用できるように、補助回路用の硬直切り替え機と、周辺圧器の虹側にある三字巻線からの流線 444V を、 直流 1250V に変換する高圧補助整流装置を搭載している。増備車において機器類に大きな変更点はないが、二次増備車ではそれまでのスクリュー式空気圧縮機、除湿装置一体型、都出量 1600L、ミンからオイルレス式空気圧縮機、除湿装置一体型、都出 1600L、ミンに変更されている。ATG と ATO タスックを搭載し、運転士のボタン操作一つで加速から停車までを自動で行うようになっている。内装。運転、走行機器、秋葉原駅、筑波駅の全区間で運用されており、すべての列車種別、快速、通勤快速、区間快速、普通に充当される。特に快速、通勤快速の全列車と大半の区間快速には、本系列が充当される。 また、過去にはお召し列車として運用されたこともある。詳細は、該当項目を参照。本系列に、チャギントンのキャラクターを装飾した TX チャギントントレーンが、2016年2月27日から4月10日までは、第51編成、2017年2月25日から4月9日までは、第64編成を使用して運行れた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。